さて、次は2番の、1970年代のユリ族という言葉の登場と、その影響についてだね。日本で初めて男性同性愛を扱った専門誌、バラ族が発行されたのが1971年。その中の、女性読者からのお便りコーナーより誕生した、ユリ族という言葉。この言葉が誕生したのが、1976年って言われているよ。これが次第に、女性同士の恋愛や、性的な関係を指す言葉として、用いられるようになっていったと言われているけど、このシリーズの第1回で紹介した吉屋信子氏の花物語にも白百合のエピソードがあるの。それはこうよ。新任の音楽の先生香山先生が子供ほか美人でおしとやかで、早間シックが流行るくらいに少女たちは先生の虜となり、親しい大好きな先生のお名前をいくつもペンで書かねば我慢ができなかったくらいに好きになってしまうの。顔色は少し沈んでいたら心配で、一日中勉強が手につかないし、ピアノのお稽古で先生と手が触れようものなら息もつけず血潮がつくほど走るように感じて、てもうこれってプラトニックラブじゃんって思っちゃう。そういうエピソードなの。だからユリという言葉は S の流れを引いて、性愛がなくても女性同士の特別な関係性を描くものと考えることもできるし、先ほど触れたユリ族から生まれたものだとするならば、性的な関係を含むものを指すとも考えられるわよね。でもその定義が曖昧だから、今は両方がごちゃ混ぜになっている状態よね。だから同じユリ好きといっても意気投合できなかったりとか結構あるよね。ただ女好きでエロいだけとかね。私はね、ユリの何が尊いかっていうと、性の欲望がなくても精神だけで内面だけで強い絆で結ばれていて、その結びつきの強さが溢れ出てしまい、結果的に肉体の結びつきへとつながるって、そういう部分だと思うんだよね。そうなの。でもただ単にエッチなやつとかも見てるよね。そう、それはその二人がそのくらい強い絆で結ばれているっていう前提を、そう、想像しながら読んでるから、いいのよ。じゃあ次進めましょう。時間回してるわ。はいはい。さて、1980年代はユリ的な表現が多様化してきて、男性向けのアニメにユリ設定が盛り込まれるようになったよ。注目するのは OVA 作品。まずは1985年の戦え戦ワン。1985年から1987年にかけて制作発売されたよ。超時空要塞マクロスで注目を浴びた平野俊弘氏、現在の平野俊樹氏の監督デビュー作品。あらすじはこんな感じ。主人公の加納渚はごく普通の女子高生だけど、彼女の日常に突如として不思議な事件が巻き起こるのよ。ここで登場するのが、地球を侵略しようと企むクトゥルフと、クトゥルフに反旗を翻した戦士戦ワン。彼らの戦いを中心に描かれているの。初めのうちは戦闘に巻き込まれることを拒んでいた渚だったけど、クトゥルフによって両親を殺されてしまったから、そうはいかなくなったの。巨大ロボットの戦ロボに乗り、戦ワンと一緒にクトゥルフの兵士たちに立ち向かうことを決意するの。この作品とても贅沢で、ヒーローものに巨大ロボットが登場するだけでなく、スプラッタホラーの要素、ちょっぴりエッチな描写、さらにユリの要素まで含まれているの。主人公もユリなら敵にもユリ、そんな様々な要素が詰まったとっても豪華な作品よ。続いてはトップを狙え、新世紀エヴァンゲリオンシリーズで有名な庵野秀明氏の初監督作品。1988年から翌年にかけてガイナックスにより1話30分全6話の OVA として制作販売された SF ロボットアニメよ。こちらも美少女、巨大ロボット、スポコンという多様な要素が盛り込まれているね。ユリがメインテーマではないものの、脇に女性同士の濃い関係が添えられているの。あらすじはこんな感じ。それは2015年のこと。突然現れた謎の中生物によってルクシオンを含む中艦隊が丸ごと壊滅し、その15年後ルクシオンの艦長だった父を持つ女の子高谷のり子は宇宙パイロットの訓練を始めたの。のり子は16歳、運動神経は機械値だけど操縦技術はちょっと苦手。そんな彼女が憧れるのが天才パイロットのかずみなの。でも新教官太田の登場で運命が変わっちゃった。特別選抜で失敗したけど、かずみと一緒に候補生に選抜されたの。そしたら大変なことになっていじめの対象になったのりこ。でも太田の励ましで乗り越えていったの。そして最終的にのりこはかずみと太田と一緒に宇宙に旅立つの。だけどそこで待っていたのは厳しい戦い。人類を守るためのりこは最終兵器ガンバスターのパイロットになったの。そんな中、主人公ののりこと彼女が尊敬しているかずみとの関係性はユリ要素満載。物語が始まると同時にのりこはかずみに強く惹かれるの。かずみがのりこにとって理想的な女性であり完璧なパイロットだったから。そしてのりことかずみは物語を通じていろんな困難を一緒に経験していくの。それらの試練が二人の絆を深めて
一緒に支え合う強さを育むの。2人は一緒に訓練したり戦ったり、時には挫折したり、そして立ち直ったり。続いてちょっと年数が戻るけど、クリームレモンシリーズのエスカレーションといけないまこちゃん。1984年フェアリーダストが制作し、東映新社が発売した日本アダルトアニメビデオ作品、つまりエッチメインのやつよ。前年に日活ロマンポルノでユリ作品セーラー服ユリ族なるものが出てきたのも影響してるのかな。エスカレーションのあらすじはこんな感じ。主人公の小松崎理恵はミッション系の男子禁制の全寮制女子校に転入する。理恵はその学校で生徒会長を務める才色兼備が早川直美に憧れ、直美もすぐ理恵を気に入り愛し合うようになる。そこに理恵の同級生の緑も加わり、繰り広げられる禁断のプレイ。いけないまこちゃん、まこセクシーシンフォニーでは、潔癖症の少女の心の奥に潜む別人格による性への目覚めと溺れる肉体。最後はプロジェクトエーコ。1986年に公開された東映新社制作のアニメ映画、学園、町、そして宇宙船を巻き込んで、元気のいいエーコと財閥令嬢ビーコがシーコを巡る戦いを繰り広げるはちゃめちゃな SF ギャグアニメよ。監督はテレビアニメうるせえやつらの西島勝彦氏、作画監督はテレビアニメうるせえやつらメゾン一国などの森山雄二氏がそれぞれ担当。あらすじはこんな感じ。元気いっぱいの女の子ベイコと涙もろいシーコが16年前の大隕石落下で再建された都市の学園に転校してきたの。その二人に大財閥のお嬢様ビッコが目をつけて、可愛いシーコを奪おうと様々な策略を練るのよ。でもエイコはとても強くて、ビーコのメカなんてあっという間に倒しちゃうの。そんな中シーコが宇宙人の姫君というので宇宙船で連れ去られちゃったのよ。だからエイコとビーコは休戦してシーコを救出するために宇宙船に乗り込むの。結局エイコの暴れっぷりに宇宙船は大破して街も大混乱になっちゃったけど、エイコとシーコは今日も元気いっぱいに登校して、ビーコはまた新たな計画を練っているのよ。本当笑っちゃう。筋肉隆々で顔も男性なのに体は女性っていうキャラもいてぶっ飛んでいたわ。これらの作品たちが次の1990年代のユリジャンル発展へとつながっていくのよね。じゃあ今回のまとめだよ。1、1970年代から80年代前半の少女漫画と魔法少女アニメ。動画は魔法少女アニメから始めたけど、時系列で言うと少女漫画の方が先でユリジャンルの進化をリードしてきたよ。そして同性愛を扱った作品が数多く出てきたね。山岸陽子先生の白い部屋の二人、一条ゆかり先生の前の葬列、池田理代子先生については二人こっち、ベルサイユのバラ、揺れる祖神、お兄様へ、クローディーヌ、そして1980年代に入って篠井先生のアルドの声の少女、有吉陽子先生のアクローズ、喝采、福原博子先生の紅にも言う。お紹介したよ。同性愛がタブー視されていた時代、バッドエンドの作品が多いのはちょっと悲しいよね。2、ユリ族という言葉の登場とその影響、男性同性愛を扱った専門誌バラ族のコーナーから誕生して後に女性同性愛者を指すようになったと言われているけど、ユリという言葉については意見が分かれていて、同性愛とは区別された S の思想を表す白百合、これは吉谷信子先生の花物語でのエピソードなんだけど、この白百合と混ざり合ってユリの定義は曖昧に、ただ以降のユリが多様化する一端を担ったと言えるよね。ちなみに白百合の花言葉は純潔よ。3、1980年代のアニメ多様化によるユリの進化では、ユリがメインテーマではないものの脇に女性同士の恋関係が描かれたり、エッチな作品にもユリが取り入れられたりしたね。戦え、戦ワン、トップを狙え、クリームレモンシリーズ、エスカレーション、いけないまこちゃん、プロジェクトエイコ。他にもこの時代の作品知ってるよって方がいればコメント欄で教えてくれたら嬉しいな。そうだね、よろしくね。次回は1990年代のユリジャンルの発展について話すよ。セーラームーンや少女革命ウテナなど、この時代のユリジャンルについて見ていこう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ユリラジオ。